こんばんは。楽しいひとときをあなたに、上野明です。皆川美穂でございます。今日もね、この時間がやってまいりました。ちょっとこう教育長にね、教育長にこう的にね、全然違います、楽しいひとときをですね、皆さんと一緒に音楽と共に、過ごしていきたいなと思いますね。で、今日もですね、たくさんのメニューというか、たった一つなんですけど、用意をさせていただきました。早速今日のメニューからご紹介をしたいと思います。今日のメニューですが、今日はですね、アップビートを特集したいと思います。アップビートと言いますとね、文字通りアップビートなバンドではあるんですが、時折こうなんというかバラードでもね、あったりしまして、今日だからどれというんじゃなくて、いろいろご紹介するわけでしょ。ね、楽しみ、はい。それではですね、早速のアップビートの近況からお伝えをしてまいりたいと思います。参りたいと思います。なんか雰囲気違いますね。ちょっとこちらをご覧ください。1月の21日、ついこの間なんですけれども、こちらですね、アデイベストメロディーズシリーズ漫画、リリースいたしました。こちらです。5曲入りのミニアルバムということで。5曲なのこれ。そうなんです。ちょっと省略曲の方をね、ご紹介いたしますと、まずホリースノー、そして2曲目がキスインザムーンライト、これはアデイバージョンですね。で、3曲目がグッバイミスターイエスタデイ、で、4曲目がブラインドエイジ、これがストリングスカルテットバージョンなんです。で、5曲目がシスタートゥモロー94バージョンです。ということで、アップビートの元々あった曲の、皆さんよく知ってる曲を3曲リアレンジしたものと、そして新曲が2曲という5曲入りのミニアルバムということになっています。最近のバージョンってやっぱ多いですよね。最近ってもう去年お年あたりがそうなんだけど、いろいろやっぱ同じものをちょっと思考を変えてやっちゃうという、そうですよね。またこういうふうにアレンジし直したものが非常に多いですね。多いですよね。流行り傾向でしょうかね。というか、曲作るの面倒くさったら、そんなことないですよね。多分愛されてる曲がやっぱりこう皆さんのファンの方で多いでしょうね。形を変えて紹介して、要望がそういう、なるほどね。僕はてっきりもう抜いちゃって泣くできるからね。そうじゃないですね。多分ないと思うんですよね。はい。で、なんかこれあれですって、このアップビートの代表、今言いましたっけ。今なんですよ。そうでしょ。キャッチがあるんですよ。キャッチが、暖かい部屋でお気に入りの紅茶と一緒にどうぞ。いいですね、これね。これでもコーヒー好きはどうするんですか。俺なんか紅茶飲めないの、これ。そうなんですか。私なんか紅茶好きですからね。これはこのキャッチはグーとか思ったんですけどね。いや、だからこのキャッチもあったから、そういう雰囲気でギャーって言って、熱い紅茶でどのことするんだか、おかしいじゃないですか。だからそういう雰囲気で飲んじゃいじゃないですからね。でもキス・イン・ザ・ムーンライトね、これもちょっとね、見てるとこ見るとね、ああいう感じでしたっけね。なんかこう語りかけるような感じでね。そうや、雰囲気ですね。確かに本当にこうゆったりとお部屋で、もう紅茶でも、ブランデーでもいい感じですけどね。いや、そんな雰囲気ですよね。もうちょっとこう違ったイメージも僕はクビートも持ってたんだけど、こう本当なんですか、アコースティックで、こういう面もあるということで、で、その次なんですが、これは言わなくていいんですよ。そうですね、一応でも言っておきますと、一応これは K2 スーパーコーディングといってね、最近ちょっと流行りの、とても情報量が多いんで、ものすごく音がやっぱり違うと、で、大音量にするとかなり違うということで、どうぞ皆さんそういう面でもお試しあれ。あれ何言ってるの。試しあれだってどうしたの。それではこの辺でアップビートのビデオをですね、ご覧いただこうと思うんですが、プレジャープレジャーですよね。それからフリートレイン、それからキス、いきなり天国ね、で、ボニー&クライド拾って、それからミニアルバムの中からキス・イン・ザ・ムーンライトというね、以上5曲なんですが、それからのなんかメッセージももらってるんですね。これ2分闘病なんですが、メッセージも合わせてご紹介をしたいというビデオです。どうぞ。ロックウェーブをご覧の皆さん、こんばんは。アップビートのボーカル、広石武彦です。ドラムの島田裕二です。ギターの岩永宏です。今日は、1月21日、この間アップビート新しい、作品、新しいミニアルバムをリリースしまして、これがアデイというタイトルで、今までとね、通常のアップビートとは随分内容の、雰囲気も違う LP を作って、全編アコースティックな感じで、作りました。すごいね、落ち着いて聴けるアルバムになったと思うので、ぜひみんなに聴、いてほしいと思うんですが、今回はそれぞれいろんなチャレンジにして、どうですか、岩野。自信作なんで、ぜひ聴いてください。ガットギターとかね、マンドリンとか、いろいろ、ジュビ・ペイジ、
そういう感じでやりました。そして、島田雄一さんも、ちょっと古い楽器をね使って、その昔の温かい音を出そうっていうコンセプトのもとに録音しました。本当にすごく温かくて、メッセージもみんなに聞いてほしいメッセージを、盛り込みました。ぜひ聞いてください。アップビートの新しいものアデー、これはもう期待してください。本当に。それからこのアデーのライブが、2月16日渋谷公会堂で、アデイ meets you ということで、ライブを行います。結構ねこれちょっと内容を凝ろうと思ってるんで、まあ詳しい内容は来てのお楽しみということで、2月16日渋谷公会堂集まってください。待ってます。そういうわけで、今日はですねアップビートの最新ビデオクリップ、キッシングムーンライト、これを、含むビデオを、この番組で、見てください。そういうわけで、今日は私の誕生日おめでとう、祝ってください。皆さんも祝ってくれるとありがたいと6月ぐらいに新しいフルアルバムを出しますんで、その時にはまたスタジオとかに遊びに行きたいです。呼んでください。よろしく。
君に聞いたのあの子の中
縛られた水田抜け出そう。ため息真っ赤なルーチで塗りつぶし髪をかき上げて誘ってくれ。時にはたっぷり修理お前と恋に落ちたい。メビウスのエブリデイはみ出してみれば胸が晴れる。ストーリー思うままにできるかもね。ポネクライ牙を折って愛し合おう。燃え尽きてしまう恋も悪くはない。テキサスを抜けて湖へ信じて数々の蜃気楼追いかける。邪魔な標識は打ち抜いて行く先待ってるニュースを笑い飛ばした二人。シリアルスなエブリシン投げ出してみればありがちなつもの壁の向きも変わるかもね。ボネイクライ気取って愛し合おう。戻れなくなる輝きも悪くはない。 Like a ボネイクライ。
はい、そういうわけでありまして、ビデオね、アップビデオをご紹介をしたわけなんですが、これ今お送りしたビデオはですね、このヒッキスインザムーンライト、これを除いてあのビデオ出てますよね、2本。そうです。この中からご紹介したんですが、Welcome to the Pleasure Land 1と2、1 and 2というね、この中からご覧いただくわけなんですが、あの1はですね、去年の4月の24日、日比谷野外音楽堂のライブの模様ですよね。どっち側ですか？これ左手ですよね。はい、あ、こっちの方ですね。これが4月24日の日比谷の野音の部分ですよね。それから、2の方は、これが6月22、これも去年ですかね。こっちはの渋港だったんですね、渋谷公会堂。そのライブの模様が収められているということなんですね。ここからご紹介をいたしました。はい、まあ、私たちもそうなんですけれども、彼らのビデオを見てると本物の本当にビデオが、ビデオじゃないライブが、本物のビデオでしたけどね、本物のライブが絶対に見たいと強く思われた方が多いんではないかと思いますが、まあ、メンバーの方が言ってましたが、来月ライブが行われます。そちらをちょっと詳しくご説明いたします。2月の16日の水曜日18時30分スタート、渋谷公会堂です。お問い合わせの方はディスクガレージ電話0357043200、0357043200へどうぞ。ということなんですね、アップビートね。あの実は本当にあの来てくれる云々の話も、ね、ありまして、今日あたり出てもらえば、あの実はですね、ボーカル、はい、広瀬さん、この方が1月の24日っていうのが誕生日なんですね。今日じゃないですか。そう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 、だから本当はね、あの来ていただければね、こう誕生パーティー、まあ、ステーキケーキの一つや二つや三つぐらい、ね、含めて、送りできたんじゃないかなと思ったんですよね。本当に来ていただきたかったです ね、誕生日だから来れなかったの。ね、番組出てる時間がないって ね、その辺でもうパーティーやってる方がいいという、パーティーバーンと、ね、盛り上がってるかもしれませんね。でもあの番組を代表しまして本当にあのおめでとうございます。何ですか？改めてでも誕生日ですもんね。そうでもね、ちょっと一つ分からないですね。分からないとかいいんですね、アーティストはね。そうですよね、上野さんの年も分かんないですからね。まあ、僕の年はだってはっきり言いますよ、僕は23ですよ。ね、昔ね、だから昔ね、なんか画面の人見てた人がみんなムッとしてましたよね。でもね、ちょっといい情報がありまして、いい情報、6月のフルアルバムがリリースする頃に必ず来てくれると約束をしてくれました。結構約束っていうのは、口約束っていうのはね、この教会あー、いよいよもう一回行くので、いつでも読んでってね。結構みんな言ってくれてる。この前 誰に言われたんだっけな。あ、誘拐だ、誘拐。あの、ね、そう、会った時もね、今度来てて、あ、行きます、呼んでください。結構声がね、多いんですけれどもね、なかなかやっぱりこう皆さん売れっ子なんでね。はい、でもそういった機会でね、もう来てくれればこれはもう言うことないという、ね、感じがしますけれども ね、待っております。はい、うん、さあ、それじゃあですね、アップビートの特集をお送りしました。さあ、次は情報コーナーです。ザ・イエローモンキー応援メッセージボックスのお知らせです。ロックウェブでもおなじみとなりましたザ・イエローモンキー、彼らへの応援メッセージを受け付けるボックスが5つのレコード店に置かれることになりました。このボックスに置いてある所定のメッセージカードにザ・イエローモンキーへの質問や今年彼らに期待することなどを書いてボックスに入れてください。皆さんに書いていただいた質問はロックウェブでメンバー本人が答えてくれます。そしてさらに応援メッセージを書いていただいた方の中から抽選で100名様にザ・イエローモンキー特製テレフォンカードを差し上げます。そしてその応援メッセージボックスが置いてあるレコード店をご紹介しましょう。山際大宮店、ミュージックヤスナ大宮店、ラオックス浦和店、新生堂ロビンソン春日部店、池袋ウェイブ、以上の5店です。どしどし書いて応援メッセージボックスに入れてくださいね。はい、以上情報コーナーでした。はい、さあ、次はですね、プレゼント当選者の発表なんですが、去年の11月29日ってずいぶん古い話ですよ、これ。ね、もうずいぶん古いですね。あの時電気グルーヴがゲストだったんですが、プレゼントをもらいました。T シャツ、赤、グレー、黒というね、3種類あったんですね。これ一人ずつですね、はい、発表しましょう。とても人気だったんですけれども、はい、まず
黒の長袖 T シャツですね。こちらが、茨城県結城市の鈴木康子さん25歳会社員に貼りました。いいですね。そして、次がグレーの空手 T シャツ、はい、これがです、ね、長袖ですね、うん、所沢市の竹井香織さん20歳大学2年生です。おめでとうございます。いいですね。はい、そして次が、赤の半袖、これが一番人気だったんですよ。なんで？いや、赤一番人気だったんですよ。半袖が、赤の半袖が欲しいですね。大宮市の船山由紀さん19歳学生です。おめでとうございます。うん、はい、毎週月曜日になるのを心待ちにしています。音楽の情報が身近なテレビから変えられるのとても嬉しいですとか言って、それにしても11月25日の放送はふざけすぎですよねとかファンにも言われてますね。うん、でもね、嬉しいですよ。何でしたっけ、あの、何でしたっけ、何ですか、身近なテレビから、身近な、どうだっけ、身近なテレビから、こちらじゃん、その前に言おうとしたんだ。毎週月曜日になるのを心待ちにしてるんですね。とってもなんかね、なんか、嬉しいですね。私たちも嬉しいです。はい、そうなんです。ちょっと他にもいろいろ書いてるんですけどね、これになんかね、あの、いつも楽しく見ています。いや、もう電気の連中には困ったものですね。あのね、でも随分ね、雰囲気変わったんです。あの、昔ね、まだ有名になってなかった頃ね、出てもらったりして、フリークスでもね、あのライブやったりして、結構面白かったんですけどね。あの頃はこう自然体でね、面白かったんですけど、最近なんか作ってんじゃないかなって。怒ってるんですか？いやいやいや、そんなことないですよ。いや、まあそれだけショーマンになってきたのかもしれませんね。ショーマン、プロ意識が強くなったというか、なんかね、はい、まあ、とにかく、まあ、こういうふうにファンの人たちが軽くしょうがないやつだみたいになってしまっている電気グループ、きっとしょうがないのかな。これも、まあ、ラジオとか魅力もあるかもしれないですね。でもね、あの、うん、頑張ってますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは当選した方には全国ドアからドアへ真心をお届けする3つのペリカンビニをお届けいたしますので、はい、楽しみに待っていてください。さあ、そして次はですね、今日のプレゼントです。はい、今日はですね、特集したアップビートなんですが、テレホンカード、これ3人の方にプレゼントしたいと思いますね。はい、はい、ご希望の方は希望商品名と必要事項を必ず書いて、ご覧のテレビ埼玉ロックウェーブプレゼント係へご応募ください。はい、締め切りは1月の31日の月曜日一着です。はい、また番組への感想リクエストなどございましたら、どしどしお送りください。そうですね、これジャケットと同じかな、絵はね。そうですよね。はい、さあ、来週なんですが、来週は31日月曜日になりますが、ロックウェーブはですね、ゲストにはまたまたザ・イエローモンキーが来てくれますね。はい、楽しみです。うん、楽しみなんですけど、うん、先ほど情報コーナーでもお伝えしました、はい、ボックスの方にどうぞ皆さん質問や意見など入れてくださいね。そうすると、うん、彼らが答えてくれるということですね。いいシステムですね。うん、なるほどね。うん、はい、というわけでまた来週です。さよなら。